ライザのアトリエ、トコイ。どこに行くの？よし。その辺にあるやつ、戦いの跡か、これ。宝石から金属を抽出する作業はいかにも錬金術らしくて楽しいものだぞ。宝石か。私はあまりいい思い出がない。さあ行くぜ。おりゃ、くらえくらえ、燃え尽きろ、くらえくらえ、おりゃ、リラ頼むぞ。リラさん、せいぞ、せい、ぶっ飛べ。もう終わりかよ。宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。さあ行くぜ。せい、そこだ、くらえ、行くぞ、しびれろ、行くぞ、行くぞ、レッド、せい、レッド、先に頼む。はっ、そこだ、時よ、アーセン先戻る、お願いします。リラ頼むぞ。おりゃ、くらえ、くらえ、リラさん、俺もやるぜ。行くぞ。おりゃ、くらえ、せい、しびれろ、行くぞ、もう一発おまけだ。行くぞ、くらえ、おりゃ、しびれろ、次に行こう。また一つ強くなれたぜ。はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。ほら、薬の材料だ。どんな薬に仕上げていくかはお前さんの腕次第だ。よっこらしょ。液体って重たいんだよな。水は錬金術の最も基本となる素材だ。どれだけあっても困らないだろう。重い。こぼしちゃわないように気をつけないとね。油断はするなよ。そこだ。せい。せい。行くぞ。行くぞ。
燃え尽きろ。くらえ、せい。くらえ、せい。リラ、頼むぞ。燃え尽きろ。リラさん、くらえをやるぜ。せい。せい。もう終わりかよ。なんか匂うな。その大切さに気づく。よいしょ。俺が薬の材料ってわけか。俺もこの辺は詳しくなっておいた方が。よいしょ。取れたよ。取れたよ。薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。油断はするなよ。おや、くらえ。そこだ。行くぞ。おや。アンペル。アンペルさん。水浴に触れるがいい。おや。リラ、頼むぞ。くらえ。リラさん、俺もやるぜ。ガラ空きだ。おや。くらえ。行くぞ。ガラ空きだ。行くぞ。せっ、くらえ。燃え尽きろ。行くぞ。まあこんなものだろう。これだけあれば足りるかな。するなよ。はっ、おりゃ。せい、くらえ。くらえ。はっ、そこだ。レッド、くらえ。さっさと行け。そこだ。くらえ。はっ、レッド、先に頼む。くらえ。そこだ。くらえ。あとは頼むぜ。くらっとけ。ついでにもらっておけ。行くぞ。行くぞ。燃え尽きろ。せい、くらえ。くらえ。リラさん、行くぞ。俺もやるぜ。くらえ。はじけろ。リラ、頼むぞ。くらえ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。せい。くらえ。まあこんなものだろう。立ち止まっている時間はない。まだまだ強くなれるとは。大事に使わせてもらおう。よいしょ。油断はするなよ。行くぞ。そこだ。リラ、頼むぞ。
行くぞ。リラさん、うぜえな。氷を弾けろ。行くぞ。くらえ。おりゃ。燃え尽きろ。行くぞ。リラ、頼むぞ。せい。行くぞ。燃え尽きろ。くらえ。私が行こう。行くぞ。おりゃ。氷を弾けろ。行くぞ。次に行こう。手短に済ませるぞ。氷を弾けろ。くらえ。くらえ。おりゃ。ガラ空きだ。リラ頼むぞ。くらえ。リラさん、俺もやるぜ。うぜえな。行くぞ。おりゃ。ガラ空きだ。くらえ。おや、行くぞ。くらえ。おや。くてえな。氷を弾けろ。くらえ。せい。行くぞ。撃ち抜く。せい。行くぞ。リラ、頼むぞ。くらえ。くらえ。リラさん、俺もやるぜ。行くぞ。フィッ。まあこんなものだろう。そのままで使っても薬になりそうだけど、ここから調合でちゃんとした薬にしたいね。よーいしょ。宝石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかもな。行くんだい。よし、行くぞ。おう、どこに行く？よし、行くぞ。さて、お目当てのものは見つかるかね。
なんか妙なもんが立ってるな。ああ、これ流星の古城にあったのと同じ様式だね。書かれてる文字も同じ。古城の装置って、フィルスタがこっちに出てきたのに合わせて何百年かぶりに作動したんだったよね。ああ、フィルフサ迎撃のためこの地方にはあちこちに同じような仕掛けが置かれていたんだろう。その同じような石碑があるってことは、古城みたいにこっちも起動してたりするのか。さあな、私には起動してる可能性が高いとしか言えん。でもあれは出てきてないよね。召喚ってのは煙のように湧いて出るわけじゃない。特定の魔物を呼び寄せる波長を放射するんだ。そうなんですね。勉強になります。だから波長の放射範囲内にその魔物がいなければ、当然ながら召喚の効果はない。範囲内に魔物がいたら、今のこういう状況になるな。倒した。アンペルさんやリラさんが加わったからかな、前より随分と楽に片付けられたね。そこは素直に私たちの成長の成果って喜ぶべきところでしょ。そうだね。アンペルさん、この召喚って連続してやってくるものなのか。普通は召喚する数には制限を設けるはずだが、場所が場所だ。それも外してあるかもしれん。じゃあ先を急いだ方が良さそうだな。物言いがいっぱしの戦士になってきたな。塔が目と鼻の先だから気が流行ってるだけさ。みんなそろそろ行くぞ。かじるだけでも多少の薬効があると聞いたことがある。よーいしょ。調合だけじゃなく、何をするにも木材ほど便利な素材はない。加工のしやすさなら金属より上だな。よーいしょ。よーいしょ。ごめんなさい、ちょっと触るの苦手かも。
よ。よし、取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。よーいしょ。場所が変わると取れるものの種類も変わるね。どういうのがあるといいんだろう。取ってきたぞ。こんな木でいいのか。こんな感じでいいか。木を見つけるだけなら簡単だぜ。さあ、行くぜ。そこだ。せい。おりゃ、行くぞ。行くぞ。燃え尽きろ。くらえ。おりゃ、行くぞ。せい。もう終わりかよ。よし、あった。どれだけ必要だ。まだ持てるぜ。そういや、島にはあまり鉱石ってないよね。よいしょ。全くないわけじゃないけどさ。さあ、始めようか。せい。おりゃ。くらえ。くらえ。ガラ空きだ。くらえ。おりゃ。くらえ。せい。リラ、頼むぞ。くらえ。燃え尽きろ。リラさん、俺もやるぜ。まあ、こんなものだろう。手短に済ませるぞ。くらえ。せい。くらえ。ガラ空きだ。リラ、頼むぞ。くらえ。いくぞ。リラさん、燃え尽きろ。俺もやるぜ。おりゃ。くらえ。まあ、こんなものだろう。魔物からもいろんな材料が取れる。覚えておけ。よーいしょ。さあ、始めようか。行くぞ。いや、くらえ。燃え尽きろ。リラ、頼むぞ。行くぞ。ちょっと失礼。おりゃぞ。ガラ空きだ。次に行こう。くそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。糸って結構貴重品だよね。作るの大変そうだもん。そうだ、
さあ、行くぜ。行くぞ。くらえ。せい。リラ、頼むぞ。くらえ。行くぞ。打ち抜く。次に行こう。よーいしょ。僕もう持てないな。どこに行こうかな。どこに行くのかね。よし、行くぞ。どんな場所でも警戒を怠るな。